花職人中村睦子が初めて染めの花に出会ったのは13歳の頃だった。おばの作ったカトレアは色も形も本物と見まごうまでの出来栄えだった。花びらに当てられたコテが一枚の布に表情を作り魂を与えていた。こんな花があるのだ。少女の瞳に差した光は強かった。その時から色を染めての花作りを心に決めた。白い弟子を
花びらの形に切り抜く。一枚一枚の形をハサミで切り抜く。そして一枚一枚染めてゆく。そこには同じ色は決してない。少女の日に見つめ続けた自然の色が筆先からほとばしる。色と色はにじみ合い溶け合いながら、その鮮やかな階調を作り出す。染め上がった花びらは一枚一枚コテが当てられる。無表情だった一枚の布切れが大きくしなり膨らみを持たされる。無表情だった一枚の布切れが言葉を持たされる。そう、色は心、コテは言葉。そして心と言葉を持たされた花びらが重ねられる。束ねた色が一輪のバラになる。束ねた言葉が花の時を生き始める。百枚の花びらが百枚の心を持ち、百の言葉を語りながら束ねられる。そしてそこに一輪のバラが花となる。中村睦子の花はそうやって作られる。